ブレイ・ビリー・ブレイとして知られる、ウィリアム・トリワーサ・ブレイは、イングランドのコーンウォール出身のメソジスト、神徒伝道者、説教者である。ビリー・ブレイは1794年、コーンウォールの12ヘッツに生まれた。ビリーの父は、炭鉱夫のウィリアム・ブレイ、そして母は、アンとイー、ビリーは三人兄弟の長男坊であった。父のウィリアム・ブレイは、ビリーが幼い頃に亡くなったため、 経験なメソジストであった祖父にビリーは育てられた。ビリーは17歳になると学校を退学し、自らの父と同じく炭鉱夫の仕事を見つけ、デイボンで7年間暮らした。この間、彼は大酒飲みの飲んだくれとなり、大敗的な生活へと傾斜していった。またビリーは1821年にジョアンナと結婚もしている。ちなみに、ジョアンナもまた信仰心を持たない。 堕落したメソジストであった。ビリーとジョアンナの間には、7人の子供たちが生まれることとなる。ビリーは、ジョアンナと結婚してからも生活費を逆代に継ぎ込んで、家族を困らせていたが、1823年、ビリーは、鉱山事故から、過労じて生還したことをきっかけに、この年の11月ごろ、キリスト教へ改心することとなる。後に、ビリーが語るところによると、 ジョン・バニヤンの天国と地獄の幻影という本をこの頃読んだことも彼の改心に影響を与えたとされる。また、ビリーの改心は彼の家族や友人にも影響をもたらし、改心の連鎖も起こった。そしてその後、彼はバイブル・クリスチャン・チャーチというメソジストのグループに加入し、監修にとらわれない伝道し説教者として人々に広く知られるようになった。 カーリー・ダウンスの三つ目のチャペル、ビリーの説教は衝動的に彼から湧き起こる歌や踊りといった言動に彩られていたため、人々のうちにも彼のことを狂信的すぎるとして批判する者もいたが、彼はそのような批判を一切気にせず、自らのことを喜んでいる人、幸せな人と呼んだ。彼はグローリーと主を賛美することで、 どのような状況でも感謝を忘れなかった。またビリーは自らの活動を伝道だけにとどめなかったことでも知られ、二人の孤児を引き取って自分の子供たちと一緒に育てたり困っている人々に救いの手を積極的に差し伸べたり、さらに資金を集めて新たなメッソジストチャペルを三つ建てたりもした。三つのチャペルのうち一つは故郷のトゥエルブヘッツに またもう一つはカーハラックに建てられ、そしてもう一つがチャスウォーター南東にある通称カーリー・ダウンスというムーアチ近くに建てられた。特にこのカーリー・ダウンスに建てられたチャペルは三つの窓を持つことから三つ目のチャペルという愛称があり、ビリーが建てたチャペルのうち現存するものとして現在彼の活動を検証する文化財となっている。彼の伝道活動は 死の直前まで、精力的に行われ、キリストの救いを確信することの、喜び、幸せの輪を、人々の間に伝えた。そして、ビリーなき後も、彼の生涯や思想は、FW ボーンによる電気によって、多くの人々に知られることとなった。ありがとうございます。